東京大学物性研究所、東京大学物性研究所、東京大学物性研究所、A 賞、The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo は、物性物理学分野、技能物性科学分野に関する、研究所、共同利用、共同研究拠点。略称は、ップ、または、物性研。現在の所長は、森初香教授、 物性研究所は、物性物理学の研究推進のため、1957年、昭和32年4月1日に、全国物性研究者の要望と、日本学術会議の勧告及び、当時の文部省と科学技術庁のの合意に基づき、東京大学淵全国共同利用研究所として、東京都港区六本木に設立された。立ち遅れていた、我が国の物性分野の研究設備、 体制を国際的水準に高める拠点となるという設立当初の使命は15年、ないし20年でほぼ達成された。次の目標は先端的実験技術を開発することに設定され、そのための重点5計画のうち、まず超低温物性は昭和55年度に超強磁場、極限レーザー、表面物性が昭和59年度に設備計画を終え、 軌道放射物性設備計画も昭和61年度にその糸口についた。研究計画の展開に伴い、組織上でも1980年、昭和55年に改祖が行われた。従来の固有21部門を、超強磁場、極限レーザー、表面物性、超低温物性、超高圧を含む、極限物性部門、軌道放射物性部門、中性子解説物性部門、 凝縮系物性部門、理論部門の5大部門に改め、第2世代に移行した。極限物性部門は、従来の実験装置では、実現不可能な極限的状況を作るとともに、その下での新しい物性の探索を行った。軌動放射物性部門は加速器を光源に、中性子解説物性部門は、原子炉を宣言に用いるため、それぞれ他の研究機関の協力を得て、 研究を進めた。中性子解説物性部門では、日本原子力研究所、現、日本原子力研究開発機構の研究用3号炉改造に伴い、平成2年度から4年度までに、宣言の大幅な性能向上が図られ、平成5年度から中性子産卵研究施設に、拡充改装された。一方で、機動放射物性研究施設は、 東京大学田無キャンパス内に設置れたソーリングを運転し、また、高エネルギー物理学研究所、現、高エネルギー加速器研究機構内に分室を設け、ビームラインと実験ステーションを維持してきた。また、凝縮系物性部門は、理論部門と共に、自由な発想による研究と、新たな方がの育成を目的としていたが、その中から具体化した物質開発構想により、 平成元年度に同部門から分離、新設された新物質開発部門を中心に研究活動が進められた。1996年、平成8年には再び全面的な改祖が行われ、第3世代に移行した。その狙いは、それまで開発された個々の極限環境や先進的測定技術を組み合わせることにより新しい現象を追求したり、 表面、薄膜、微細加工物質などで代表されるメゾスコピック、ナノスケールでの人工物質を対象とする新しい研究領域開拓を目指したり、また計算機物理学の支援のもとに新物質を設計、合成するな、伝統的な個体物理学の枠組みを超える研究を展開し、それを発信する国際共同利用研究所としての活動を施行することにある。 この研究体制は、新物質科学、物性理論、先端領域、極限環境、先端分講の5大研究部門と、機動放射物性研究施設、中性子散乱研究施設、物質設計評価施設の3施設で構成された。この他に、諸外研究者を一定期間所に迎えるための客員部門と、外国人客員を置き、諸内外の交流、協力と、 ところの研究の活性化、流動化を促進している。1999年、平成11年に43年間活動を展開した六本木キャンパスから東京大学の第3局として千葉県柏市柏の8区への移転を開始、2000年に柏キャンパスに全面移転した。同時に移転した宇宙船研究所及び 新設された大学院新領域創生科学研究科と共に従来の枠を超えた新しい学問領域の推進を目指した。平成15年度には日米科学技術協力事業や茨城県東海村バルス中性市源の計画へ対応するために中性市産卵研究施設が中性市科学研究施設へと開祖された。平成16年に 東京大学が法人化され、その中での全国共同利用研究所としての新たな役割が期待された。また、同年、先端領域部門をナノスケール物性研究部門と名称変更した。平成18年に国際調教事情科学研究施設、平成23年に計算物質科学研究センターが新設された。機動放射物性研究施設では、 平成9年のソーリング運転停止以降、高エネルギー加速器研究機構内に設置した筑波分室、平成26年廃止や平成21年に大型放射光施設スプリングマイナス8内に設置したハリマ分室で活動を行っている。平成24年には先端分光研究部門との統合により極限コヒーレント工科学研究センターが発足した。 平成28年の開祖では、新物質科学研究部門と極限環境物性研究部門の凝縮系物性研究部門へ再編と従来の枠を超えた新しい学問領域の推進を目指した機能物性研究グループと量子物質研究グループの創設を行い、新たな一歩を踏み出している。物性研究所は東京大学大学院の教育も担当している。 以下の研究家、専攻から大学院生を受け入れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。